も皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、梅雨の時期だけでは終わりではない、まだまだ続く湿気対策についてご紹介します。湿気の時期が終わっても、今の時期ってね、乾かした後ちょっと時間経ったら、こんな感じで髪の毛がボワッと広がったりとか、うねりが出てきたりとかってしませんかね。これ原因って湿気と汗が原因だったりします。髪の毛のね、中の栄養分がなかったりとか、あとはね、コーティングがうまくいってない時の状態ってこんな感じで広がったりもします。今の時期でも広がったりとかしないで、まとまるような髪の毛を作る、こんな方法を今日はご紹介します。で、今日は僕が実際にお客様にやっているアウトバスのヘアケア方法で、今日使っていくのがこのくるりさんの、ナイトケアクリーム、このクリームを使って実際にヘアケアやっていきますので、ぜひね、皆さん広がる方参考にしてみてください。それでは早速動画をどうぞ。仕込むだけ、仕込みかけてるんですよ、はい、あ、前髪を、はいはいはい、こんぐらいの量でいつも下ろしてる感じです。で、これ前髪はちょっと整えるぐらいにしといて、はい、で、まあ、顔周りの部分は流れができて、はい、ちょっとすっきり見えて、はい、で、この辺もちょっとボリュームが収まってっていう感じがいいってことですよね、はい、うん、長さは、長さではあんま変えたくないんですね。わかりました。ちょっとしっかりシャンプーしてやりましょう。じゃあ話題の、ちょっとスーッとするんで、うん、だけどなんかあんまり強い成分は入ってないから、うん、頭皮もやっぱり乾燥するじゃないですか、ね、うん、赤くなったりするんですよね、うん、やっぱこういうのつけてちょっと動かしてあげると赤みだったりとか血行が良くなるから、うん、いいですよっていうことです。なんかこうやってちょっと動かすじゃないですか、うん、それ毎日やっていくと、うん、結構柔らかくなってくるんで、ナイトクリームなんですけど、うん、結構ねこれ癖がまとまるんです。トリートメントとは違うんですか？トリートメントです。あの、これ乾かす前のトリートメントです。そう、乾かして。そうです、そうです、そうです。これはうねりを直すのではなくて、うん、うねりも綺麗に見せようっていうトリートメント。大事ですよね。そう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 。だからうねっててパサついてたらダメじゃないですか。だけど、うねってて、うん、もう綺麗に見える方がなんか自分らしくて、ね、いいっていう。乾かしたいですね。どれぐらい切ってないですか？あ、でも2ヶ月ぐらい。2ヶ月ぐらい。なんかもう広がりすぎて無理みたいな。あ、なんかやっぱ暑いのと結構量減らしてもらったはずなんですけど、はい、おいしもさしてるのと、うん、まとまらないのと、ちょっとここがもう重い。まあ、なりますよね。来月も今はそこにいない仲良かったメンバーでランチ行こうみたいなのもあり、はいはい、久々に会うから、はい、なんかこう自信持った髪型で行きたいじゃないですか。いや、確かにそうですよね。なんかこう決まらないんですよね、スタイリングがね。決まらないし、はいはいはい、こう私癖毛じゃないですか、はいはい、割と結構渡辺さんとかに来てもらう時って、はい、巻かなくても、はい、なんだろう、ワックスつければいい感じ。それなりになります。本当ですか？なります、なります、なるし、うん、渡辺さんも自分の立てば立つほどなんかいいんですよ、うん、だから3ヶ月ぐらい経っても気にならないみたいな。だからこう巻かないし、ドローンもしないんだけど、うん、自信持って出かけられるけど、うん、髪型決まんないとちょっと嫌じゃない？まあ一番そうっすよね。テンション上がんないっすよね、うん、あのトリートメントつけただけで、うん、ちょっと、ま、なんか綺麗じゃないですか、うん、綺麗です。やっぱいつも欲しいです。なんかドライヤー当てる時もある程度乾かしたらこう、まあ、難しいですけど、上側をこうやって当ててあげる方が髪の毛ってやっぱり綺麗にこうまとまってくれるんで、一回だけつけてちょっとだけ湿ってる状態でつけてあげたら、より髪の毛まとまるようになるから、そんならうねったとしても結構綺麗に見えるんですよね。不思議でもうねってなんかパーマっぽい感じに見えてたんですけど、うん、最近本当にただうねってる人みたいな、うんうん、ということで、じゃあちょっと長さは整えてやっていきますね、はい、毎日でも毎日巻いてる、うん、何もしてないで、うん、乾かしてなんかちょっとワックスのような、なんか夜間巻きをすると、うんうん、あの、夜間巻きして取るといい感じになるんですよ。
そんな裏側のテクがあるんですよ。ちょい整えるぐらいですか、もう目が乗っかってるところ、ちょっと切っちゃっていい、いいですか、はい、もうちょっとしたらあれですね、これ、うん、根元も伸びていってるから、うん、ストレートかけた方が、そうですね、前髪だけかけてるんですね、前髪だけかけました、なんか毎日アイロンでやってて、うん、それがちょっとやっぱ奥なんで、うんうんうん、やっても結局雨降ったりすると、うん、取れちゃう、まあね、確かにもうちょっとだけ細くしますね、うん、この辺ぐらいで流しましょうか、そうです、こういう、はい、こういう感じでね、うん、ちょっとずつ切っちゃいますね、結局そうすると書き上げると、うん、自分で見るときにハゲてるなって思っちゃう、はい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 、いい感じに流れてて、そう、もうこの時点何もわからなくて、これ表面段差とかも入れてたんですか、どうなんでしょうねちょっとだけ入れててもいいかもしれないです、はい、うん、いい感じにまとまっているから、何でも OK よみたいな、いい感じになって、うんうん、ちゃんと形になれば何でもいいですけど、ちょっと収まったの分かります、巻かなくてもいいって感じですよね、これでいいね、これで良さそうな雰囲気になりますよね、手流れができるだけでも、うん、というかこう抜け感というか、ね、ここが、うん、ここの部分がこう外にこう手流れがあると顔が、うん、頭が小さく見えるんですよ、でもここが内に入ったりとかするとこう丸みがあると頭が大きく見えるんですよ、いや全然違う、全然違いますよ、ね、全然違います、ありがとうございます、これがあることによってちょっと三角に見えるじゃないですか、シリウスでやったら多分普通にご自身で乾かしたりとかするんですけど、ここだけやっぱり、そうですね、作ってあげることによって変わるから、シルエットがボリュームが収まるから、これ無線でもこれがあるとね、そうですそうです、ここの部分をまあ、大体でいいんだけど、で、積んであげる、うん、まあ、ケープとかはあれかも、いるかもしれないですけど、やってもらえたらなと思います、はい、ということでこんな感じでご紹介しました、今回ね、僕がやってるのはサロンでやってるんですけど、皆さんがね、やられるときは自宅でね、お風呂上がりにこの方法をやっていただければなと思います、大体の方ってこう1回しかやっぱりミルクつけなかったりとかすると思うんですけど、途中でね、こう髪の毛の質感を触って、まあ、まとまりが悪かったりとか乾燥してるなっていう風な感じになれば、もう一度つけて、僕みたいなやり方でやってあげると髪の毛の質が変わってきますので、ぜひ皆さんやってみてください。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。